フィレンツェとレオナルド・ダ・ヴィンチ第4回はフィレンツェ時代の作品第一フィレンツェ時代のレオナルドの作品について見ておきましょう。この受体告知は、20代前半のレオナルドが中心となって手掛けた最初の作品。複数の芸術家が関わっているため、描かれている各要素のバランスの悪さが指摘されますが、 衣服の際立立った立体性、植物への博物学的思考、中央奥に広がる風景の遠くのものは色が変化し境界がぼやける空気遠近法処理秩序正しい左右均衡など後のレオナルドの先進性をすでにいくつも予告しています。1478年に、 レオナルドは、二点の聖母マリアを描き始めた、と書いています。そのうちの一枚は、ブノアの聖母、もう一枚は、失われてしまった猫の聖母だと推測されています。ブノアの聖母は、それまで荘厳に描かれてきた聖母の姿を、優しさにあふれたごくありふれた日常の一コマとして描き出した画期的な作品です。 ただしルネッサンスの美術研究家バーナード・ベレンソンは醜い作品だとして次のように述べていますが「額は広すぎ頬は膨らみ微笑む口には歯がなく目は正規にかけ喉元にはシワが寄っている」とこれは荒野の聖ヒエロニムス。聖ヒエロニムスは4世紀の聖職者であり 聖書を最初にラテン語に訳した神学者です一人荒野に出て苦行した修行僧で砂漠で厳しい禁欲的生活を送りましたこの作品に描かれているように自己の雑念を否定すべく胸を石で打ちつけましたがその雑念とは性に関するみだらな夢であったようですそこにレオナルドは共感するものがあったのでしょうか ところで、この作品、レオナルドの作品であることを示す資料は一切ありません。それにもかかわらず、レオナルドが描いたことを疑う者はいません。なぜでしょうか。それは、顔の深いしは、首から胸にかけての筋肉の描写の解剖学的正確さです。そのような技術はレオナルド以外には成し得るものではないからです。 荒野で苦行を積む成人の魂の叫びまでが伝わってくるかのような迫力を持った作品です。そしてレオナルドが第一フレンツェ時代に描いた最も重要な作品とされるのがこの東方三博士の礼拝です。この主題は多くの画家によって描かれていますがまず聖書の記述に沿ってその内容を見ておきます。 イエスのの誕生を最初に目撃したのは、羊飼いです。彼らは救い主の誕生を知らせる天使の言葉を信じてその光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた一方東方で星を見て救い主イエス誕生の出来事に気づき はるばる訪ねてきた先世術の学者たちもいました。これが東方三博士です。星を見て旅立った学者たちは、一路エルサレムに向かいます。ユダヤ人の王の誕生するのは、都であるエルサレムに違いないと信じたのでしょう。博士たちは、エルサレムに到着して、こう言いました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、 どこにおられますか私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてユダヤの王ヘロデはひどく不安を感じ再司長立法学者などを集めメッシアがどこに生まれるかを問いただしました。するとユダの地 ベツレヘムに新しい王が誕生するであろうという予言がなされていたことが明らかになります。ヘロデはサン博士を呼び寄せ星の現れた時期を確かめました。子どもの年齢を知るためでしょう。そしてこう言いました。行ってその子のことを詳しく調べ見つかったら知らせてくれ。 私ももって拝もうこれももちろん嘘で居場所を特定してその子を殺すためでしょう。ヘロデと別れた後の三博士の足取りはこうです。彼らが王の言葉を聞いて出かけると東方で見た星が先立って進みついに幼子のいる場所の上に止まった。 学者たちはその星を見て喜びにあふれた家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた彼らはひれ伏して幼子を拝み宝の箱を開けて黄金入港持役を贈り物として捧げたこの贈り物は黄金は王権の象徴 入校は神聖の象徴、もつ役は将来の受難である死の象徴です。イエスのもとを去った後、博士たちはヘロデのところへ戻ったのでしょうか。マタイ福音書はこう記しています。ヘロデのところへ帰るな、と夢でお告げがあったので、別の道を通って、 自分たちの国へ帰っていった先生術師たちが東方へ去るとヨセフの夢に天使が現れこう告げました「起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ私が告げるまでそこにとどまっていなさい」「ヘロデがこの子を殺そうとしている」 ヘロデは先生術師たちが約束を守らずヘロデのもとに立ち寄らないで故郷に帰ってしまったことを知って激怒します。どうしたでしょうかさてヘロデは先生術の学者たちに騙されたと知って大いに怒ったそして人を送り学者たちに確かめておいた時期に基づいてベツレヘムと その周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた東方三博士の礼拝は多くの画家によって描かれましたこれはジョットの作品これはボッティチェリの作品です東方三博士の礼拝家は フィレンツェで多く描かれましたが、それはこの主題がフィレンツェで特別重要な意味を持っていたからです。フィレンツェでは、1417年に東方三博士同心会が結成され、星の三博士の行列という祭りを主催しました。国際的商人の都市、フィレンツェにおいては、国際色豊かで先駆的な大旅行者である、 東方三博士は親近感があり、崇拝の対象にもなったのです。また、東方三博士の礼拝画の寄進者の多くが、銀行業者でした。それは、旧聖書誕生を祝って、聖母子に金銀財宝をプレゼントするという図柄が、教会への財産援助というプラス面を強調し、うずら。 氷菓子の後ろめたさを覆い隠すことにつながったからです。代表的な東方三博士の礼拝画の寄信者を見てみましょう。これは、ファドバの大銀行家、スクロベーニ家。このジェンティーレ・ダ・ファブリアーノの作品は、元はサンタトリニタ教会ストロッツイ家礼拝堂にあり、寄信者は、 フィレンツツェの大銀行家ストロッツイ家です。ボッティチェリーのこの作品も元はサンタマリア・ノベッラ教会ラーマ家礼拝堂にあり寄進者はフィレンツェのメディチ派であるラーマ家でしたこの絵ではコジモディ・メディチ息子・ピエロ・孫・ロレンツをはじめ メディチ家は東方三博士同心会と深く関わり星の三博士の行列を司りました。フィレンツの中でも特にメディチ家が東方三博士を重視した理由は三博士の一人ガスパールがイエスに持つ役を贈呈したという理由で 薬屋や医者の保護者とされていたこともあるでしょうが、より大きな理由は、政治的なことだったように思います。つまり、毎年エピファニア、高原節1月6日に行われる豪華な星の三博士の行列を取り仕切ることで、メジチ家の王国支配を誇示しようとしたのでしょう。このことをよく示すのが、メジチ帝に描かれた壁画、 1459年から61年に描かれた東方三博士の礼拝でしょう。メディチ家の家族礼拝堂の三面に描かれました。東壁が青年の博士の行列、南壁が壮年の博士の行列、そして西壁が老人の博士の行列です。描いたのはベノッツオ・ゴッツリ。 東方博士の青年としてロレンツォ・ディ・メディチが描かれ父ピエロ祖父コジモも描かれていますこのように東方三博士の礼拝画は食材意識からだけでなく自己顕示欲権力の孤児として描かれることが多かったのですところでこの伝統行事 星三博士の行列を模してフィレンツェでは1997年から「カバルカータ・デル・マーギ東方三博士の行列」と呼ばれる豪華絢爛な衣装を身にまとった700人もの人が参加する仮装行列が開催されるようになりました。行列のの衣衣装装は、ベノッツオゴッツツゴリのフレスコ画にに、描かれている衣装を参考に 再現しているそうです話をレオナルドの東方三博士礼拝に戻しますこの絵はレオナルドの父ピエロの取引先でもあるスコペート修道院から発注された第一フィレンツェ時代最後の巨大な作品です縦243センチ横246センチありますレオナルドにとって大きなチャンスでしたから熱意を持って 取り組みましたがレオナルドは聖ヒエロニムス同様作品を完成させることなく1482年にミラノへ去ってしまいまいすこの絵の構図は聖母マリアと幼子イエスを三博士が囲みその外側を羊飼いたちがさらにその外側を廃墟や 馬に乗った人物が取り囲んでいます聖母子を中心とした同心円状に波紋が広がっていくような構図は洗礼のない斬新なものでした聖母子の周りの人々はその表情や身振りからして皆動転しており驚きおののき目の前で起こっていることが信じられないといった様子ですつまりレオナルドは三王の礼拝ではなく 主の光源を描いていてるののです神の子イエス救い主イエスが地上に現れたという主の光源を目の当たりにして心を奪われた人々を描いているのですそして中心部では荒々しい動きが全て消え去り中央に描かれた聖母マリアはこの絵の中で不動点となっています。レオナルドのこの構想はやがて ミラノで最後の晩餐として結実しますがこの時点ではレオナルドはまだまとまった形に表現できなかったのだと思います。